信じ、これも 5W1H0 で決めていこうかなとか、なんぞや、ワッと言うね、クリトコたちの土足団の本陣、誰がってことになりますが、16年にわたって、この初期を聞きます。どうっていうのを言うなら、人の走りになりますので、何を投げて。はい、どうもこんにちは。始まりました。マギーの SFV。じゃあ、本日は、月信じ、これを 5W1H で説明していこうかなと思っています。じゃあまず早速、ひつき神事。これは何ぞや、ワットですね。ワット。まず、これは、まあ、世界中いろんな神様がいるんですけれども、日本の神様。そして、特に神道、神社の神様からのメッセージ。っていう形になります。なんでね、名前は日月神事とか日文神事、神が示すっていうような名前がね、ついています。で、じゃあ、矢をよろずの 神々っていうぐらい、日本の神社の神様っていうのはものすごい数がいるんですけれども、どの神様からのメッセージなのかっていうのが、この神事を読んでいくと、たびたびね、この神様からの啓示であるぞっていう形でね、登場します。その神様の名前は国とこたちの御事、そしてその国とこたちの御事の系列の神々様っていう形になっています。で、この国とこたちの御事っていうのは、どこに出てくる神様なのかなっていう形なんですけれども、日本にはね、二大国書ってのがありますね。一つは古事記、そしてもう一つは日本書紀。これは二つとも藤原の不比等が編纂されたっていうふうにね、されてますけれども、そこに登場する神様です。で、もちろんこの神様を祀っている神社っていうのも日本国中にあります。では、その記述の中でどこに出てくるのか、この国とこたちの御事はっていうことなんですけれども、まず古事記を例にとって説明しますと、まず古事記っていうのはこの宇宙開闢の話からスタートするわけですね。で、その時にまず増加三神っていう神様が登場します。雨の水中主の御事、あとは高見むすひの神、神むすひの神、この3つの神様でがまず登場します。で、その後にですね、2つの神様、こと天つかみっていうんですけれども、馬氏や足壁、彦氏の狼っていうのと、雨床たちの御事っていうこの二つの神様が登場します。それで5人ですね。その後に、神をなれやと呼ばれる、まあ神セブンの神様方が登場するんですけれども、この神をなれよっていうこのグループの中の最後の神様は、皆さんご存知のイザナギの御事、イザナミの御事です。これは夫婦神でね、実際この夫婦神が日本の国土や日本の神道の神々様をこう生んでいったって言われる国生み神話っていうのがね、有名ですね。じゃあ、今回テーマになっています、国と子たちの御事、これはどこに登場するのか。それはこの神代七世のトップで登場します。国と子たちの御事っていうのがまず登場した後で、これは豊雲の御事、まあ、こういうような流れになっていくわけですね。で、最後がイザナギイザナミの御事。ここに、まあ、7人ではないですけど、7つのグループとして、最後にこの神代七世っていうのが登場して、その時のトップに出てくる神様です。なんで、古さで言うと、古事記の中で言うとですけれども、ナンバー5に当たるわけですね。で、その後にもう、バーッとね、皆さんご存知の、天照大神とか、月読みの御事とか、久能の御事とか、まあ、バーッとね、出てきて、まあ、最後の大和たけるの御事とか、バーッとなって、神武天皇になって、まあ、その神武天皇以降のことを神皇、人の王って書いて、神皇なんですけれども、そうなって天皇の世代、続いて、今の近所天皇に続いていくわけですけれども、なんで、ものすごい古代の神様、そしてトップの方にランクされる神様だっていうことがわかります。それで、この神様っていうのはですね、まあ、後ほどストーリーっていうものをね、説明するんですけれども、別名があります。これ、この神様が一回封じ込められてた時期があるんですね。
で、それをどこに封じ込めたかというと、東北の方向、そこに封じ込められていて、そこの方角っていうのは牛虎の方角と呼ばれるんですね。なのでこの神様の別名を牛虎に封じ込められた神、牛虎の金人、金の神ですね、というふうにあだ名されます。なのでそれもちょっと覚えておいてください。でこれがね、火付神事っていうものの何かっていうワットの答えになります。じゃあ続きまして、ちょっとね順番違いますけど、ふういきましょう。誰がってことになりますよね。まあ、神事の内容で言うと、先ほど言いました国と子のことが主人公になるんですけれども、実際その神様のメッセージをこちらの人間の世界で書き留める役割の人が必要になります。その人がどなただったかというと、岡本天明っていう方ですね。この岡本天明、いつの時代の人かと言いますとですね、1897年12月の4日に生まれてますね。で1963年4月7日に亡くなっています。なので戦時中の方ですね。まあどういった肩書きがある方なのかと言いますと、まず神道家、神主さんなんですね。あとはですね、画家としての名前もあります。まあ、絵が描くのが好きだったんで、いろいろ絵の作品を残してですね、いろんな美術館とか、あと個展を開いたりっていうこともしていた方です。あとは職業として、お金を稼ぐために新聞記者をやってた時期っていうのもあります。で、その時の新聞の会社の名前が大正日日新聞っていう形でして、そこの新聞社を買い取ってた株主さんっていうのが、大本教の出口鬼三郎になるわけですね。で、その新聞社の社長として任命されてたのが、霊学研究で有名な浅野和三郎。これは江原さんが紹介する五本の著書としてもね、昨今言われてますけれども、でその人のもとで新聞記者としてお金を稼いでた時期もありました。なんでね、そういった、大本人脈ですね、そういった方々と、縁があった方っていう形ですね。決して単独でパッと出たわけではないです。で、その彼がですね、火付神事を記述し始めることになったのは1944年、昭和19年ですね、の6月10日からっていう形になります。で、驚くことにですね、その天明さんはその後16年にわたってこの書記を続けます。なんでね、天明さんの人生の中で一番重要な仕事として、この神事の卸役というか引き役っていうようなね、形の仕事がありました。じゃあ続きまして、 Where、 どこで。この Where なんですけれども、この神事っていうのはどこでこう卸されたのかなっていうことなんですね。もちろん16年も卸されてるんで、毎回が同じ場所ではないんですけれども、そのことの始め、一番最初にこの神事が下ろされた場所っていうのは、千葉県の印旛郡っていうところですね。現在は成田市になってます。成田山の近くですね。そこにある、長田神社っていう、長田間が祀ってある神社があるんですけれども、そこの神社になります。で、そこの神社の末社として、雨の火付く神社っていうのがあるんですね。本当に祠がすごいちっちゃい神社なんですけれども、それがその脇にありまして、そこの神社をこの天明さんは訪ねに行ったわけですね。で、この雨の火付く神社、実は自分も参拝しに行ったことあるんですけれども、これがね、そこの時にね、分けていただいた大麻ですね、お札がありますね。雨の火付く神社、そもそもなんでこの神社に行くことになったかっていう話なんですけれども、先ほども言いましたように、この天明さんっていうのは、霊感も鋭い方で、あと周りの人脈っていうのは、大本関係のそういった神道研究家の方々に囲まれているような世界に暮らしてた方なんですけれども、その時に戦時中ですから、いろいろ戦況とかね、日本がちゃんと戦っていけるのかとか、そういったことをね、いろいろ聞くためにですね、封じっていう、中国でよくやられてるんですけれども、
紙を下ろして砂の上に文字を、ね、自動で書いていくっていうような、その恒例実験みたいなのをやってた時があったみたいなんですね。でその時に雨のしつくの神っていう文字が降りてきて、その後でまあなんだろうっていうふうな時間があったんですけれども、その研究家の中の一人がどうやらこれ千葉県に存在する神社の名前だぞということで、それで訪ねてみたということになるわけです。それでですね、テメさん、その社務所で、まあ、参拝した折にですね、休んでたわけですね。そしたらですね、あのテメさんいつも画家なんで、まあ、筆とその絵を描く紙ですね、それを持ってたんですけれども、急に右腕が激痛が走りまして、あの本人が後で述懐してるんですけれども、焼け火鉢ですね、をもうぶっ刺したような痛み、このような激痛と物を描きたいという衝動に駆られて、試しにちょっと苦しかったんですけど、試しにそこにね持っていた筆と紙を置いてみたら、ものすごい勢いでブワーって描き出したんですね。まあ、これがね、あの火付き神事の始まりだったっていうふうに言われています。続きまして、 Why ですね。なぜこの火付き神事っていうのを下ろされることになったのかっていう話なんですけれども、まずそのためには知っておかなければいけない一つのストーリーがあります。それが先ほど申し上げた国とこたちみことの生涯、まあ、ちょっと歴史ですね、彼のストーリーがあるわけですね。それをちょっとまずね説明したいと思います。これちょっとあの分かりやすく説明している本があったので、それをねちょっと音読してみたいと思いますね。こちらの本、とんでも発想で生きてみないか、著者の高坂和道さんが心霊聖典っていう、あのまあもっと昔ですね、あの雄太郎さんという方が記した霊言の書っていうものがあるんですけれども、そこから国とこたちの御事の記述をかなり分かりやすくね説明していますので、ちょっと読んでみたいと思います。太古の平和が乱れ争いに満ちた世界になってしまった原因も、実は深海にあったことが神霊聖典にはつぶさに記されています。今から3000年以上前、四次元世界に一つの小さな亀裂が生まれました。それまで深海を平和に治めていたのは、クニットコたちの狼という神様でした。この神様はとても厳格な神様でもありましたから、そうした深海の様子を映したこの世では世界天皇のもと厳格な統治が行われていました。少しでも不調和や不正を起こすミッドソン、あの古代のスメラミコトから任命されて各地を治めるように、派遣されていた王のことです。少しでも不調和や不正を起こすミッドソンは立ちどころに解任され、新しいミッドソンが選ばれたのです。深海では国と子たち狼のあまりにも厳格な統治に不平不満を抱く若い神々が検定に直訴を行いました。国と子たち狼のやり方はあまりにも厳格すぎます。これでは我々も息が詰まり、真心を持ってお仕えすることができません。どうか我々にも自由に統治を行う機会を一度で良いのでお与えください。若い神々の度重なる直訴に天帝は心を動かされました。お前たちがそれほどまでに訴えるなら若い者だけでやってみよう。一方、当事者の座を若い神々によって追われた国と子たちの狼は、若い者たちにやらせてみることも勉強だ、一度自由にやらせて学ばせなさい、もし彼らの統治がうまくいかず彼らが反省した時にはもう一度出てきて再び深海を治めてほしい、それまでは引退せよ。国と子たちの狼は天帝の命を受け3000年隠居することを約束しました。喜んだ若い神々は大豆を入り国と子たち狼に投げつけて東北ウシトラの方向へと追い出しました。これが世に言うウシトラの本陣の正体なのです。いった豆には畑にまいても芽が出ることはありません。ですから入り豆を投げつけるというのは二度と出てくるなという呪いを込めた行為なのです。
天変地変が起こり、日本の天皇が世界天皇の地位を追われ、竹内文書が日本の歴史から封印されてしまったのも、すべては新海の統治者交代劇の写しだったのです。福は内と言って入ってきた若い神々によって、自由に統治された新海は大きく乱れていきました。そのことは現在の地上世界を見ればわかることです。多くの人々の目に触れ、正しい歴史を知る機会が現れてきたということは、新国とこたち狼となり封印が解かれる時期に来ていることも表しています。約束の3000年が今終わろうとしているのです。まあ、こういったことですね。まあ、このような形でね、ウシュラの渾身という名前を付けられて東北の方に追いやられたわけですね。その時にこの追い込めた下々の、まあ、神々、これが後々で悪神というふうにされるんですけれども、悪の神ですね。それらの方によってもう像、彼の臓器をこうモチーフにしてぶった切って煮込んで、まあ、殺しちゃったりとか、まあ、それが臓器を煮る、だから臓煮の走りになったっていうふうにも言われてますし、あとは節分の時の豆まきですね。鬼は外といって豆を投げつける、あの言ったわけですね、投げつけるって話なんですけど、その鬼っていうのは結局はこの東北の地方に追い込められたウシトラの根人っていう形になるわけですね。鬼っていうのは角が入ってますよね。角とあと虎のパンツ入ってますけれども、角ってのは牛の角なんですね。だから牛だと虎のパンツで虎の鬼、まあ、これはあの国とかたちの御事をのことを言っているっていうふうにされています。まあ呪いの封じ込めの道路、この儀式をやっているということですね。なので今現在日本人っていうのはそのことをすっかり忘れて、まあ、お雑煮をいただいたりとか、節分の時は鬼は外と言って豆を投げつけたりもするんですけども、そこには深いそのストーリーがあったっていうような形になります。はい、そんなわけでね、ちょっと動画が長くなっちゃったんで、この火付き神事パート1のこの説明動画、これを前編後編に分けます。で、今日は前編までですね。じゃあ次回、火付き神事シリーズパート1、5W1H で解く火付き神事後編、これね、お楽しみにしててくださいね。じゃあねー。